街の明かりが灯る頃、男はあてもなく盛り場をさまようのである。そして店の中から漏れ聞こえてくる歌声を聞き比べて今夜のスナックを選ぶ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ママに連れ。コンベー、乾杯。コンベー、コンベー、感謝합니다。というわけでございまして、横浜鶴見区にありますスナックサラエさんにお邪魔しております。どうもママよろしく。よろしくお願いします。うわ、真っ白いよこれ。これは何これ、このお酒。白菜酒と言って、白菜酒、あの、うん、白菜まで生けられる。やったー、白菜まで女と愛知ることできる。さらげよ、あーさらげよ、できる。これだけね、これだけね、これね。こちらも店名から分かるように、ママ韓国の方なんですね。ママね。そうです。もともと日本に来るきっかけは何だったの？済州道でお仕事で、うん、観光のガイドをしてたんです。それであの日本のお客さんがたくさん来るようになって、うん、日本語を勉強しようかなと思って、うん、3年予定で来たんですよ。あ、こっちに。それで最終的に帰って日本人相手にやれば、そういう仕事をするつもりで、うん、だったのね、うんうん、それで来たんです、うん、だから来て、まあ、知り合いのいろいろ紹介で、うん、ちっちゃいスナックをやってたんです。おーおーおー。それがあんまりも繁盛して。何、繁盛しちゃったの？もうお金も忙しいの。うわ、大変だ。でもう手放しなくなっちゃって、うん、それでここに稼ぐようになっちゃって、し、観光するより全然もういいのよ。こっちのがね。お客さんはどういうお客さんよ、ママ？ほとんど日本の方ですね。日本の方が、まあ、おかげさまで、うんうん、日本の男性とっても優しい。韓国の女性とっても優しい、うん、韓国の女性もだからぴったり合うじゃないですか。俺もぴったりやったことあんな、ミョンドンで。そんなことない。でも日本来て苦労とかなかった？言葉で言えないぐらいの苦労もありましたけど、うん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 、苦労のおかげさまで私がもっと成長することができました。物事そういう風に考えるような、ね、人間になりたい俺も。うん、本当だよ。まあまあ、今日何歌ってくれるの？一曲。片思いというのを歌ですけど。片思い、はい、いつも片思ってるんですね。片思いをしてる。お客様に対して片思いとか。あ、片思い。俺にも片思い、うん、で僕も片思いだからママに。ということは両方思いだね。それ片思いにならないと。片思い。どうなの祈りを込めて伝えたい私の愛を。点数が出ちゃうんだけどね。96点パワー。 ありがとうございます。感謝합니다。万歳。万歳。全日本スナック連盟、ありがとうございます。ベタッと。よし、じゃあまた来ますんで、どうもよろしくお願いします。感謝합니다。とまんなよ、とまんなよ、さらげよ。